今宵も日本武道館は熱気に包まれています。ウルフホークフィールドが入場してまいりました。シングルマッチ30分一本勝負を行います。青コーナー260ポンドウルフホークフィールド、よみがえる新郎ウルフホークフィールド。長コーナー275ポンドウルフホークフィールド、バーチャファイターウルフホークフィールド。レフリー和田恭平、ゴングが鳴りました。試合開始です。第1戦ウルフの登場です。初戦は白星で飾りたい。チョップを叩き込む、ローリングスマット掴み起こす、強烈に締め上げていく。外していきます。ゴングに流れます。フランケンシュタイナー後ろから仕掛けた、ドロップキック掴んで起こします。ジャーマンスープレックス投げっぱなしだ。切り返していった。バックドロップ、ボディースラム、強引に引き起こす。10分経過ハンマースロー、ラリアットを打ち込んでいく、両肩をつけていく。カウント3が入りました。ウルフを打ち破りました。全国100万人のドリームキャストユーザーの皆さん、頂点の館、日本武道館です。ウルフホークフィールドが入場してまいりました。マッチ30分一本勝負を行います。青コーナー260ポンドウルフホークフィールド、仮想現実に引きずり込めウルフホークフィールド。長コーナー275ポンド田植アキラ、レフリー和田恭平。
鳴らされた。なんと第2戦に登場は田上明。厳しい攻撃が予想されます。強烈に締め上げていく。自力でほどきます。ハイアングルのボディースラム。ドロップキック。すぐに起き上がった。投げていく。喉輪落とし、叩きつけた。力強く返します。チョップを叩き込む。10分経過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 10分経
バックドロップだ。リバースのクランケンシュタイナー、のど輪落とし、叩きつけた。カウント2も入りません。15分経過、切り返していった。さあいった、のど輪落とし、足を持って引きずっていく。カバーの体勢、カウント3が入りました。田上明に敗れ去りました。全国100万人のドリームキャストユーザーの皆さん、頂点の館、日本武道館です。ゴングが鳴りました。試合開始です。2戦目にいきなり田植えの登場だ。ダイナミックにどう立ち向かう。切り返していった。ロープ際まで押し込められた。5分経過、お脇に抱えてガーン、席落とし。リバースのフランケンシュタイナー、勢いついてリング下へ落下した。投げていく、技を解いていく。ビンタ、のど輪か、のど輪を簡単には行かせません。10分経過、妨害マットに叩きつけます。ハイアングルのボディースラム、リングに戻します。ボディースラム、掴み起こします。さあいった、のど輪落とし、ホール、力強く返します。15分経過、リバースのフランケンシュタイナー、打ちかましていく、掴み起こします。リバースのフランケンシュタイナー、耐えます。ダウンさせていく、掴み起こす。20分経過、のど輪か、のど輪落とし、ホールした。すごい、カウント2も入れさせない。強烈なチョップをと、気力で立ち上がる。強烈なエルボー、リバースのフランケンシュタイナー、カウントを奪った。カウエを破りました。
全国200万のドリームキャストユーザーの皆さん、頂点の館日本武道館です。ウルフホークフィールドが入場してまいりました。そして今ランディングして入院しました。ベイダーの登場だ。そして今リングに足を踏み入れます。シングルマッチ30分一本勝負を行います。青コーナー260ポンドウルフホークフィールド、仮想現実に引きずり込めウルフホークフィールド。我がコーナー370ポンドベイダー、冒頭戦士ベイダー、今宵も超 3D 空間にいざないます。レフリー和田恭平、レフリーは和田恭平です。さあ試合開始のゴングが鳴りました。第3戦ベイダー、厳しい猛攻が予想されるが、倒さなければ先には進めません。リフトアップスラム、力強く返します。振っていく、タックル、掴んで起こします。ブランケンシュタイナー、後ろから仕掛けた。試合とともに高々と持ち上げていく。単なるボディープレス、されど威力はビッグバン級です。まだまだといった感じです。DDT を決めていった。ボディースラム、10分経過、サンバースロー、強烈に当たっていく。打ち込んでいきます。ストマックのあたりにパンチを打ち込みます。リバースのフランケンシュタイナー、タックル、掴んで起こします。軽く振りほどきます。170キロ、簡単には投げさせてくれません。軽く振りほどきます。15分経過、カウント2は入りません。 DDT、 フランケンシュタイナー後ろから仕掛けた。ドロップキックを放っていった。カウントが入る。カウント3、これは返せなかった。見事ベイダーを粉砕しました。今宵も日本武道館が熱気に包まれています。ウルフホークフィールドが入場してまいりました。
ングルマッチ30分一本勝負を行います。青コーナー260ポンドウルフホークフィールド、仮想現実に引きずり込めウルフホークフィールド。我がコーナー270ポンド小橋健太、この男燃えてます、バーニング小橋健太、全身火だるま状態。レフリー和田恭平、キャバクリフリーは和田恭平。ゴングが鳴りました。試合開始です。さあ出てまいりました小橋健太。シングル第4戦は熱い試合になるでしょう。体ごとぶつかっていく。頭点からマットに突き立てた。対空時間が長いブレンバスター、両肩をつけカウント2は入りません。強烈なチョップを叩き込む。まだまだといった感じです。フランケンシュタイナー後ろから仕掛けた。危険な角度で投げていった。抑え込んだ。カウント2は入りません。バックドロップ。同点からマットに突き立てた。ハンマースロー、帰ってきたところを担ぎ上げてターボドロップ。ダブルアームで投げていった。掴んで起こします。ボディスラムで叩きつけていく。掴んで起こします。15分経過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 。抑え込んだ。まだまだといった感じです。フランケンシュタイナー後ろから仕掛けた。逆水平チョップ。掴み起こす。ハンマースロー。20分経過。カウンターで投げていく。掴み起こす。フランケンシュタイナー後ろから仕掛けた。体ごとぶつかっていく。DDT マットに突き刺し。なだれ式で投げていきます。カウントが入る。決まった。カウント3。小橋健太返せませんでした。ドリームキャストでドリームカード禁煙。ウルフホークフィールドが入場してまいりました。そして今チャンピオンレイン、マッチ30分一本勝負を行います。青コーナー
260ポンドウルフホークフィールド。仮想現実に引きずり込め、ウルフホークフィールド。長コーナー255ポンド川田俊明。デンジャラスの申し子川田俊明、いじりの鬼となれ。レフリー和田恭平。キャバクリズムは和田恭平。さあ今ゴングが打ち鳴らされた。5戦目に登場川田俊明、デンジャラスな香りが漂います。逆水平、気力で立ち上がる。切り返していった。投げていく、ビンタで張っていく。背後からラリアット。5分経過、5 minutes。 フライングメイヤー、流れを掴んでいく。エルボーを落としていく。さあブレインバスターだ。掴み起こします。ビンタで張っていく。自力でほどいていきます。邪魔。すぐに起き上がった。すぐに起き上がった。ビンタで張っていく。掴んで起こします。リバースのクランケンシュタイナー、ノーキー。蹴りつけていきます。ボディースラン、頭を持って引きずっていく。掴み起こす。リバースのクランケンシュタイナー。15分経過。掴み起こします。DDT を決めていった。掴んで起こします。垂直落下式ブレインバスター。ローテンからマットに突き立てた。掴み起こす。投げっぱなしジャーマンスープレックス。20分経過。つかみ起こします。20 minutes後。バックを取って投げていった。つかみ起こす。ボディスラムで叩きつけていく。カウント3。これは返せなかった。体を粉砕、勝利をつかみました。ドリームキャストでドリームカード金銘。ウルフホークフィールドが入場してまいりました。マッチ30分一本勝負を行います。青コーナー260ポンドウルフホークフィールド。仮想現実に引きずり込めウルフホークフィールド。長コーナー255ポンド三沢光晴。この男静かに燃えるアンタッチャブル三沢光晴。レフリー和田恭平。レフリーは和田恭平です。
さあ試合開始のゴングが鳴りました。シングル第6戦、相手は三沢光晴、全日本のエースのお出ましだ。フランケンシュタイナー後ろから仕掛けた。決めていく。ノーブレイク、引きずります。エルボー横っちらに当てていく。対角線に振ります。打ちかましていく。掴み起こす。ネックウィーカーで叩きつける。投げていく。フランケンシュタイナー後ろから仕掛けた。切り返していった。10分経過10分経過10分後固めていった。力強く返します。タイガードライバー、すごい。カウント2も入れさせない。ロープに振った。15分経過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 。腕を壊しに行く。掴んで起こします。掴み起こす。 DDT を決めていった。掴み起こす。切り返していった。タイガースープレックス、まだまだといった感じです。 DDT を決めていった。掴み起こします。抑え込んだ。スリーカウント奪った。三沢光晴に勝った。全国100万人のドリームキャストユーザーの皆さん、頂点の館日本武道館です。ウィルズ・ホークフィールドが入場してまいりました。王道レスラー、ジャイアント馬場、威風堂々の入場です。そして今、リングに足を踏み入れます。シングルマッチ、30分一本勝負を行います。青コーナー260ポンドウルフホークフィールド、仮想現実に引きずり込めウルフホークフィールド。長コーナー300ポンドジャイアントバーバー、王道を見よ、ジャイアントババ、王者の風が吹き荒れる。レフリー和田恭平、やっぱりよかった。ドリームキャスト、ゴングが鳴りました。試合開始です。シングル最終戦、相手はジャイアントババ。王道プロレスに刮目せよ。切り返していった。ボディースラム、掴み起こす。フランケンシュタイナー後ろから仕掛けた。背後から尾脊骨を痛めつけていく。DDT、マットに突き刺し、エルボー、
切り返していった。腕折り掴んで起こします。バックドロップだ。命綱に届きます。こらえていきます。投げていく。ダブルアームスープレックス、人間風車、ボディースラム、ロープに流れます。脳天チョップ炸裂、チョープ、5分経過。つかみ起こします。ボディースラム、つかみ起こします。ロープに振ってアームホイップ、つかみ起こします。 DDT を決めていった。つかみ起こす。サイドから投げにいった。つかみ起こします。20分経過。逆水平、投げていく。ブレイクになります。ダウンさせていく。つかみ起こします。リバースのフランケンシュタイナー、つかみ起こします。25分経過。カウントが入る。カウント2は入りません。残り時間3分、3ミニッツです。さあ、なだれ式だ。なだれ式のブリンバスター。残り時間2分、2ミニッツです。カバー、決まった。カウント3、ジャイアント馬場から勝利をつかみました。